次の席。そうですね。はい、ありがとう。お席が、7番から9番です。もシマウマもいるんですね。実際に言うと大きな動物で、どんなね、グラムの時はね、ちょっと自分の目でね、見てほしいと思います。はい、ちょっともういろいろいますが、けどもやまずはね、右側に2頭のキリンがいるんですけど、ちょっと準備できますね。はい、ですね、手前側の子ね、顔綺麗なんですよね。手前の顔綺麗な子が夏を、ね、もう一回顔を見てほしいですね。これはいい顔ですからね。いい顔間違いないですからね。そう、シマウマもシマシマですけど、エラスもシマっぽいのありますからね。あと一つないですよね。100万シマですね。ちょっと近いけどね。野生だとこうはいきませんからね。野生だと踏んでいちゃいますからね。この場所をしたいんではね、慣れております。みんな名前がついてますからね。みんなあのシマウマが微妙違うんでね、なんとかしてる会社もみんなシマの違いだけで分かるそうですから、同じようでみんな違うシマ模様。はい、100万シマ覚えてください。でも好きな割には目が可愛いんですけど、サイの目は敏感なんですね。遠くは見れない弱い目なんですね。でかい頭したのがバイソンですね。でかい頭はバイソン、アメリカバイソンですね。アメリカのバファローと呼んでもいいんですけど、バイソン体もでかいんですけど、帽子みたいなカブトみたいな頭ですね。とても気の荒い動物ですからね。で、先生牛は1食目と7秒を出して、で、木登りもできますからね、得意ですからね。力は当然ありますからね。そうね、山では会いたくない熊ですけどね、運動できますしね。とにかく可愛いもしますから、まあ、一番見たらしいですね、これはね。ないから。すぐやってましたけどね。見てる時にしようよ。もうあったかいですね。あったかいですね。どうでしょう？どうでしょう？我要带一只啊，我妈妈带一只。哎呦，我好伤心哦！我想要咁伤心嘅宠物食咯。你呢啲佢唔食嘅傻豬，你要搦長啲俾佢食。起碼有隻好嘛？起碼有隻好嘛？擺你擺地下俾佢住。好好好！好惡啊！其實大家都痛㗎，佢哋咁樣做。我要喂啊！我都唔飛得幾，呢只呢只奇怪。哈哈哈！喂唔到佢噶，攞多啲喂老虎，你想喂老虎啊？
た目はですね、結構怖い見た目してるんですけども、下に生えてる草などを食べる草食動物になります。ですからね、こういった日本の沿岸ではですね、海外に住んでる動物がですね、その環境で食べてるものをですね、そのまま再現するのはちょっと難しいです。なのでね、こちらではですね、こちらのですね、ダチョウのために作られたダチョウフードの方をあげております。結構ですね、ダチョウフードなんてものがあるの、不思議に思う方もいるかもしれないんですが、結構ですね、いろんな動物専用のフードがあります。他にもですね、猿用、鶴用、熊用、フラミンゴ用などいろんな動物専用のフードがありますね。では早速あげていきたいと思います。食べ方ですね、ご注目くださいね。どうぞ近くでご覧になってみてください。ダチョウはですね、歯がない動物なので食べたもの丸飲みになります。そしてですね、首が長いので口に入れたものをそのまま飲み込むことできません。一度首元にご飯を貯めて上を向いた際に一気にごっくんとする仕組みとなっております。今タプタプしてきてるの分かりますかね。こちら今ご飯貯めてる最中になります。もう少しするとですね、ある程度食べたものを頑張ってですね、上までよいしょよいしょって持ち上げてから、また次のご飯を口にするという形になりますね。多分ですね、そちら側の方の方が見やすいと思うんですが、右側にですね、コブみたいなのが伝ってくるのが分かると思いますね。ちょっとね、もう食べますね。象の鼻は骨が入ってませんからね、筋肉だけ動いてますね。細かいこともできますしね、力強い鼻でもありますからね。象の鼻たまに起きるんですけどね、まあ出てますね。重くないと200キロありますから、結構重たいんですね、200キロですね。トラがジャンプしますと、4メートル先まで飛んできますからね、幅跳びができてしまいます。サーナー、お母さんも車で、まあ、トイレーターでずっと見て、安全を見てますよね。絶対車買わなきゃいけない場所だと思ってます。だけない猛獣ですかね。まあ、ちっちゃってますけど、これがビエリ君、これお兄さんですね。あと妹が左の前に出てしまう。皆様のね、椅子の左の下の方に鉄のハサミとお肉がついていますけど、追いかけたはハサミでお肉をつまんで、網の隙間からなきゃいけないですからね。だからですね、もちろん行きますかね。あなたもいるんですけどね、伸びてもするんですけどね、例えば2頭でも基盤まできますからね。あとはお肉の方はこれは全部使ってしまいますからね、全部使ってしまいますから、今日は出してくださいね。いい糖ですね。今日まで頑張ってほしいですね。でも出まくると思います。それはね、別に持ってもいいんですけどね。どうですかね、全部使ってもらえますね。でも、バイオさん、アニワン、ハロー、アニワン。食べたい子もいれば、ちょっと今は見た目がいいなって思えるんですね。気の気の気の気ですけどね。ハロー、アニワン。今度は食べたいなと思ってほしいと思いますね。お肉の方はこれは全部使ってしまいますからね、全部使ってしまいます。今日は出してくださいね。で、いい糖ですね。今日で頑張ってほしいですね。でも、出まくると思います。それはね、別に持ってもいいんですけどね。どうですかね、全部使ってもらえますね。アニワン、ハロー、アニワン。食べたい子もいれば、ちょっと今は見た目がいいなと思えるんですね。ごめん、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 ごめん
思わず興奮。だいぶ調べですね。どういう時間ね。前から見るとね、奥ラインは大きく見えるんですけど、体は締まってますからね。ちょっと細いですからね。大きく見せて締まった目が見えます。痩せてるのではなく、もともと細いですね、体ね。はい、今は細いですね。だいぶ調べてるんですね。我就熬定，一跌咗落去。佢都冇晒。下邊啊！下邊啊！好驚咁樣。好驚。你驚到咬嘅？上班都唔算。坐住佢。坐地下嘅。食べたと思いますね。今回はね、まあ、ピトーですよね。ピトーでもまあ、まあまだと思います。哎，有新华出品没有啊？出边有冇大妈跳舞？出边有冇大妈跳舞啊？可能冇吧，我中意大妈，但系冇大妈跳舞。你你做咩啊？哇！嚟到呢个博物馆，好多恐龙噶。这个可以摸，这个就不可以摸了。这个可以。是啊，你试下。试下摸。真的喎，这个。是不是啊？兔兔呢？你试下摸兔兔。摸兔兔。摸兔兔。它是真的，不过死了而已。标本来的。是啊。摸兔兔。它死了，然后之后呢，剩下一只公仔。你拿下去呢？嗱，你唔好不服。好滑啊！好似
真容的感觉在。我有毛爱心。你真有毛爱心。佢頭先摸咗嗰個，係咪好似 Google 咁？呢個 Fox， 係 Google 咁樣嘅。嗰邊藍色嘅喎。不散無。また進化の話をするのかって？いや、さすがにわしも飽きてきたところじゃ。今日はちと違った話をすることにしよう。そうじゃ、わしの大事なコレクションがあったな。それをご紹介しよう。そこにある手紙を見てください。なんだか古い手紙じゃが、誰が書いたかわかるかの？そう、あの進化論で有名なダーウィン本人が書いたものじゃ。今から100年以上前、ダーウィンからメリー・トリートというアメリカの女性に送られたものじゃ。そこの写真で肘をついている人がその人じゃ。え？何が書いてあるって？あれ？研究？咁樣揸住先，跟住呢個夾好嘅，咁樣，哦，斬掉，擺落去，係啦，拎起，跟住擺住。
请奶奶叔叔呢就是个爸爸他在那边看电视我是十一모자와마와이제그래今天平时冇人喂就自己要搵嘢食噶啦喎，狮子变狗人，狮子人，你睇我哋酒店嗰区嘅唯一一间嘅餐厅度食饭。